先行ワンキル、先行ワンキル。はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ジェムナイトレディリュピスリュズリーです。さあ本日なんですが、先行ワンキルやっていきまーすジェムナイトデッキにね、先行ワンキルが復活したんですよ。一応この新しいモンスターね、クリスタルローズっていうこのモンスターが出ましてね、先行ワンキルができるようになりましたのでご紹介していきましょう。ギミックはですね、うちの幹部会のメンバーのお魚屋さんっていう天才がいるんですけども、天才が、ルートを教えてくれたんでやっていきましょう。コンボパーツ4枚あるんで結構成功率低いです。はい、どうやろうな、体感なんか 5% から 2% ぐらいなんですけど、コンボパーツはまずレスキューラビット1枚で、クリスタルローズ1枚、ジムナイトフュージョン1枚と、なんかジムナイトオブシディアか、まあなんかラピスとか、まあこっちでもいいかな、ラズリーでもいいかなみたいな感じの、ラピスかオブシディアじゃないといけないかなっていう感じなんですけど、こいつがめちゃくちゃ強くて、やっぱり結局ジムナイトデッキってラピスラズリーね、こいつのバーンダメージ半減しなくていいのって思ってるんですけど、なんか毎回なんかバーンダメージ半減されてモンスター実装されますけど、なんか忘れてるんですよね、こういう最強モンスターがいることを。なんかそんなさ、わけのわからんが、これから実装するカードは一律半減ですとかいう意味不明な最低にするんだったら、その今までのバーンダメージ半減見直せようと思ってるんですけど、例えばこいつとかね、なんかね、そういう方針が僕は大嫌いなんですよ。なんで、そんなこと言っても知らないか今日はこのジムナイト レディラピスラズリーさんっていう効果を使っていくと。で、1番の効果で、あ、ちなみにこいつ1ターンに1度しか特殊召喚できないんで、結構ね、その辺がね、このモンスターの難しいところではあるんですけども、まあ1ターンに2回3回出せたら、ぶっ壊れるんで、このモンスターは。で、効果はどういう効果かっていうと、1ターンに1度、自分のメインフェーズに、デッキ、エクストラデッキからジムナイトモンスター1体を墓地に送って、フィールドの特殊召喚されたモンスターの数かける500ポイントのダメージを相手のライフに与えますよっていう効果ですね。だから自分のフィールド上のモンスターしか基本的には先行はいないので、相手が合体魔人将来とかだったら別ですけど別ですけど、そういうもんじゃなければ、自分のフィールド上にしかモンスター出せないんで、まあ、3体特殊召喚したとして1500ポイントのダメージなんですよ、基本的には。なんですけど、この効果をもし3回使うことができれば4000ライフなんてあっという間に消し飛ぶわけじゃないですか。なんで今日はこの効果を3回使っていくっていうデッキです。で、3回使うのどうすればいいかっていうと、ラピスラズリの効果をコピーするんですよ。で、それが、このマスターダイヤっていうモンスターですね。これ墓地の、レベル7以下のジェムナイト融合モンスターを除外して、こいつの効果がその除外したモンスターの効果と同じになるよっていう効果なんで、このマスターダイヤさんでこの、ラピスラズリさんの効果をコピーして、使っていく、まあ、1回目2回目3回目みたいな感じで、融合する乙姫っていうスキルがあってさ、これがね、一応ね、今回新しく実装されたスキルなんだけど、相性が良くて、これデュエル開始になんかウンタラカンタラって書いてあるけど、これは別にどうでもよくて、自分のフィールド上にクリスタルローズが存在する場合、除外されている自分の融合モンスターこれを全てエクストラデッキに戻すっていう、これね、今まではこのラピスラズリーさんがリビット1だったんで、これ無理だったんですよ、ワンキルするのなんですけど、この除外するしたゾーンから戻せることによって、これもう一回使えるんですよ。何言ってるか分かんないと思うんで、とりあえずですね、先行ワンキルのルートの動画をご覧いただければ、まあ、やべえっていうことは分かるんで、ちなみにめちゃくちゃソリティア長いんで先言っときますけど、俺アホみたいにソリティア長いんで、それだけはご容赦いただければと思います。はい、やっていきましょう。私の心に舞い、ディーゲイザーセット。ハンドマン、ちょっとワンチャンな、考えても始まらない。手札から魔法カード発動。表。まずは。よし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 。なるほど。これいけそうっすね。クリスタルローズでしょ。クリスタルローズの召喚。クリスタルローズの効果はさ、さここから長いソリティアが始まりますので、皆さんね。注目していただければなと思いますが、まあ、とりあえずもう何でもいいよこれ、通常モンスターじゃなければ。で、ジェムナイトフュージョン発動。ジェムナイトフュージョンの効果によって光属性のジェムナイトオブシディアとラプズリ、クリスタルローズでいいか、
クリスタルローズ、クリスタルローズ、クリスタルローズで融合召喚ジェムナイトセラピー。さあここからアルティメットソリティアが始まるぜ。レスキューラビットを召喚、レスキューラビットの効果を発動。このモンスターをリリースし、デッキから通常モンスターを2体特殊召喚できるぜ。そしてジェムナイトフュージョンの効果を発動。このカードをゲームから除外し、あじゃなくてジェムナイトオブジェクトを除外し、このカードを手札に回収。そしてジェムナイトフュージョンを発動。ジェムナイトフュージョンの効果によってまずはラピスラズリーを出していくぜ。ほう、ジェムナイトラピスラズリーを融合召喚。そしてジェムナイトラピスラズリーの効果を発動。モンスター効果発動。デッキからジェムナイトモンスターを1体墓地に送ることによって1500バーン、特殊召喚されたモンスターかける500ポイントのダメージを相手ライフに与える。大丈夫かコナミ、このバーンダメージは半減しなくて大丈夫だったのか。ジェムナイトフュージョンの効果を発動。さらにジェムナイトラズリーを除外し、このカードを手札に回収。そしてジェムナイトフュージョンの効果を発動。ジェムナイトフュージョンの効果により、俺はフィールド上のラピスラズリーとフィールド上のジェムナイトラズリー、そして手札のラズリーを融合召喚。現れろジェムナイトマスターダイヤ。そしてマスターダイヤのモンスター効果発動。除外墓地のジェムナイトモンスターを除外し、このモンスターの効果は除外したモンスターと同じになる。そしてクリスタルローズの効果発動。クリスタルローズは墓地の融合モンスターを除外し、このモンスターを墓地から特殊召喚できる。そして先にスキルを発動、融合する乙姫。除外されている融合モンスターをエクストラデッキに戻す。そしてジェムナイトマスターダイヤの効果発動。エクストラデッキからジェムナイトラスラズリーを墓地に送って1500万。さらに俺はジェムナイトクリスタルローズの効果を発動。クリスタルローズの効果によりジェムナイトラズリーを墓地に送り、そしてラズリーの効果によってジェムナイトを回収。さらにジェムナイトフュージョンの効果発動。墓地のジェムナイトモンスターを1体除外し、ジェムナイトフュージョンを回収。そしてジェムナイトフュージョンの効果を発動。悔しいでしょうね。何もできずに負ける気分はどうですかシャークさん。ジェムナイトマスターダイヤの効果、ラプスラズリーの効果をコピー、くらえ。これがどうやら理解したようだな。そうだ、これがデュエルリンクスだ。これがデュエルリンクスというゲーム。対戦ありがとうございました。君のデュエルは素晴らしかった。でもね、僕に勝つのは程遠いんだよね。